今回紹介するのはですね、オースターの GEM10 というね、ミニ PC になります。このオースターのね、えー、ミニ PC は一度私のチャンネルでも紹介していると思うんですけれども、まあ最近 Amazon で結構ですね、まあいろんな種類のミニ PC を販売しているブランドになります。その中でもね、この端末が結構ですね、価格的にもまあ売れ筋の商品になってくるんじゃないかなと思います。それでは早速見ていきたいと思います。 箱はなかなかね、シックでかっこいいと思います。箱の裏にスペックが書かれていますんで、ここで確認してみましょうか。それではここでざっくり確認していきましょう。まずは GEM10 というね、品番です。CPU は Ryzen 7の 6800H です。ラブは 32GB、LPDDR5、えー。LPDDR5 かな、えー、?32GB です。で1テライトですね。SSD は 1TB。 GPU はですね、ラディオンの 780M を搭載しています。Wi-Fi 6に対応しています。一応ですね、技的マークとこちらにスライドすると PSE マークもしっかりとついています。それでは見ていきましょうか。まずはですね、製品マニュアルということで、これちゃんとですね、日本語の表記ありますね。 まあ多言語か、中国語とかもあります。英語もありますね。まあ簡単な説明書ですけど、一応日本語の表記があります。あとは一連の保証がついています。あとは本体ですね。あ、思ったより、あ、そうでもないか。厚みがあるんだ。思ったより小さいと思ったけど、ちょっと厚みがあります。これは後で見てみましょう。それではですね、同梱品を見ていきましょう。まずは HDMI のケーブルが1本入っています。 であと、電源ですね。電源は差し込みのタイプです。で、真ん中に四角いボックスがあるタイプではなくて、この差し込むところのね、コンセントに差し込む方に電源がついてる感じですね。まあ、これはこれで結構コンセントに刺すとね、そこが埋まっちゃったりしてね、下の方が埋まっちゃったりしてどうなのかなというところはありますが、で、出力の方は、えー、っと、1 9ト5 2 6アンペアかな。だいたい 100W ぐらいでしょうかね。 あとは、ベーサーマウントに取り付けるときの金具とビスと、これは何でしょうね。これは何だなんか SSD とかに貼る冷却シートみたいなものが入っていますね。それではですね、本体の方を見ていきたいと思います。本体は割と小ぶりですけど、厚みがあるといった感じですね。で、一応ですね、ここ、こう少しね、斜めから見ると GEM というふうに、このちょっとメッシュになっているところにね、 文字が入ってるんですねなかなかちょっとかっこいい感じにも見えますね。でおそらくこれサイドの、まあ、サイドのフレームの中にこうプラスチックの、ね、パーツをはめてあるんですが、このフレーム自体は、えー、金属じゃないかなと思いますねで。もちろんこの前面のパネルとかはプラスチックです。で一応電源ボタンに、えー、35のオーディオジャックですね。USB のタイプイ3.2が正面に2つ。あと USB4 ですね。 これフル機能に対応していて40に対対応応ししててていい40 bps るものです、すあと、ここにオキュリンクっていうね、まあ、ちょっとあんまり普通ミニ PC には見ないんですけど、私のチャンネルでも一度だけね、オキュリンクをね、搭載したミニ PC がありましたけれども、まあ、これはその GPU とかをまあ接続できるまあ端子になるんですかね。 まあ、なかなかあんまり使わないかなとは思うんですけども、ただ逆にそれを搭載しているというのは一つの売りになのかもしれません。一応ここにそのおリンクについては、ホットスワップは、えー、サポートしていませんということなんで、えー、電源を切ってから抜き差ししましょうということのが書いてありますね。それでは再度見ていきましょう。サイドはファンの穴だったり、結構ここががっつりと開いてる感じですね。中がこう見えるような感じになっています。で、背面の方ですね。 優先欄が2つ。これは2 5ビットのイーサネットに対応しているようです。あとディスプレイポートに HDMI ですね。で、USB のタイプ三3.2がもう2つあります。だから全部で4つですね。で、ディスプレイは3画面同時出力ですね。前の USB4 ですね。USB4 とディスプレイポート HDMI を使って3画面同時出力が可能になっています。 で、底面はこんな感じになってます。ここにもすぐファンが見えてるような感じです。で、ここにベーサーマウント用の金具をつける穴があって、で、あと、ここに、えー、っと、この、まあ、裏蓋がね、底蓋が取れるんだと思うんですけども、えー、っと、ケーブルがついてるから注意してくださいというようなことが書いてあります。参考値ですが、重量は本体だけで約 514g です。それではですね、この底蓋を。 開けてみましたので、ケーブルを切らないように開けてみます。まあ、確かにこうケーブルがね、つながっています。で、これを見ると SSD がね、ここに一つ入ってるんですが、それ以外に二つね、M.2 の空きスロットが二つあります。まあ、なので全部で3つ SSD をね、使うことができるようです。で、メモリーの方はやはりね、LPDDR5 みたいなので、メモリーの交換はできないようです。 それではですね、ハードウェアの確認をしていきたいと思います。CPU は Ryzen ンの 6800H です。TDP は4 5ト8コア16スレッドですね。メモリーは3 2 g と LPDDR5 ですね。で、GPU なんですけれども、こちらですね、ラディオンの 600M というふうに書かれています。600M シリーズということですね。 で、先ほど箱の裏にね、780M って書いてあったんですけど、おそらく 680M ではないかなと思います。ストレージは NVMe の4ラ1イトです。ネットワーク関係ですね。優先欄は両方とも2 5五ギガビのトのイーサネットに対応しています。で、Wi-Fi は Wi-Fi6 に対応していますね。最大リンク速度も1 2 0 1ガ b p s です。 それではですね、とりあえずアイドル状態でのファンの音と消費電力確認をしていきたいと思います。まずね、アイドル状態は消費電力はたい 8W 台です。次はアイドル状態のファンの音ですね。基本的にアイドル状態でもファンは回りっぱなしといったところです。この部屋はだいたい36デシベルでほぼ無音です。ちょっとじゃあね、うメーター当ててみたいと思います。 どうですかね音少しカメラで拾えてますかねまあ、40ぐらいなんで、まあ、若干やっぱ音がするかなという感じですそれではですね次はシネベンチを回してですね消費電力とファンの音がどの程度変わってくるのか見ていきたいと思います一応今アイドル状態なんで消費電力がだいたい8トですねそれではシネベンチ回していきたいと思いますせーのドーンいきましたはい293143と どどんどん上がってきましたね 68, まで上がりました68ぐらいがまあ上限でしたかね。ファンの音は若干大きくなったからそんなに変わんないですね。ちょっとじゃあこれでねしゃべるのやめてみます。44ぐらいですね。だから若干さっき40ぐらいだったので若干音は大きくなりましたけれども。 まあそれほど気にはならないと言いますかね、それほど変化はないかなと思います。で消費電力がやっぱりね、一瞬6 0ト超えましたが、だい五十5 0ト台で推移しています。それではですね、シネベンチ R23 の結果が出ました。えー、マルチコアで12,186、シングルコアで1,549ということで、まあ、やはり性能はかなりいいですよね。えー、マルチでも一万超えてますので、まあ、ミニ PC で何するかっていうところありますけども、 まあ一般的なミニ PC の使い方であれば、ほぼほぼストレスはなく使えるんじゃないかなと思います。まあ言ってもですね、まあミニ PC なので、本当にね、パフォーマンスを求める方は当然デスクトップとかね、自作するとか、まあそういうね、使い方になると思いますので、やっぱりミニ PC とか、まあノートパソコンでね、何するかっていうところを考えると、まあまあこのぐらいの性能あったらもう十分じゃないかなというところですよね。 で価格的にもね、買いやすい価格になってますので、まあ、実際やっぱこの辺が売れ筋かなというところですね。もう少し価格安いところも売れ筋かもしれないですね。次はですね、ブラウザのベンチマーク、オクタンベンチマークやってみました。こちらもですね、7万9000点、約8万点で、マルチコアはなんと65万2000点ということですので、やっぱりかなり性能がいいですね。 次はですね、こちらもね、えー、ブラウザのベンチマーク、スピードメーターやってみました。19.8ですね。まあ、20点超えるものってそんなに今までね、私もなかったんですけども、19.8っていうと、まあ、かなり上位の方だと思います。非常にパフォーマンス高いですね。次はですね、ドラゴンクエストのベンチマークやってみました。軽いゲームのベンチマークですね。スコアの方は11,088。すごく快適です。設定は標準品質フル HD です。 まあやはりですね、ライゼン系はね、内蔵 GPU が強力ということで、この辺は同価格帯のね、インテル系の CPU に比べると、だいぶスコア的にはいいんじゃないかなと思います。ミニ PC で、まあ軽いゲームとかね、動画の編集したいという方は、やっぱりね、ライゼン系がいいんじゃないかなと思います。それではですね、ファイナルファンタジー14のベンチマークをやってみました。えー、設定はですね、フル HD の標準品質ノート PC ですね。だから設定は落としています。 それでもスコアの方は5982普通ということで、まあ設定を落とせば、まあギリギリ遊べるかなというところです。フレームレートの方は平均フレームレートが40、最低フレームレートが25という結果ですね。それではもう一つね、ファイナルファンタジー15のベンチマークやってみました。こちらもね、設定を落としました。軽量品質フル HD です。スコアの方は4403、えー。評価普通ですね。 まあですので、やはり設定をね、まあなんとか落とせば遊べるゲームもあるかなという感じです。それでは次はですね、動画のエンコードをやってみたいと思います。これもね、いつもやっていますけれども、フィモーラというね、編集ソフトで1分15秒の元動画を再エンコードするのにどれぐらい時間がかかるのかというテストです。それではやってみたいと思います。せーのー、ドン、スタート 動画のエンコード終了しました。1分15秒の動画をエンコードするのに約15秒ですね。まあ、なのでフル HD の動画とかであれば、まあ、十分使えるかなと思います。それではね、ストレージのスピードテストやってみました。シーケンシャルリードで5200、ライトで4700ということで、ストレージの方も結構ね、早いですね。この価格であれば十分だと思います。 それではですね、一連のベンチマークが終了しましたので、CPU の温度を見ていきたいと思います。えっ、ー、と、一応コア温度57度ということで、特に問題はなさそうですね。で、クロック周波数見てみましょうか。クロック周波数もこちらですね。これターボで4 7ヘルツということなんですけれども、一応最大で4.741ということなんで、まあ、こちらは問題なくね、出てるかなと思います。 ということで今日はですね、オースターの GEM10 ですね、ライゼンセブンの 6800H を搭載したミニ PC 紹介をさせていただきました。 まあ、売りはですね、まず、オキュリンクを搭載しているということですね。まあ、この単純ね、搭載しているミニ PC 非常に少ないと思いますので、オキュリンク搭載ミニ PC を探している方には、おすすめの端末となっております。それ以外はですね、非常に高性能で、かつ割と静かですね。あと、USB4 も搭載しているということで、拡張性も高いですね。昨日、M.2 もね、2つありますので、その辺も含めて非常にバランスのいい端末だと思います。 購入先については動画の説明欄にリンクを置いておきますのでそちらの方から確認をしてみてください。はい。今回は以上です。